というわけで、ソルティシャワーというね、バンドをやっていたんですね。はい、あ、もう忘れちゃいましたかね。懐かしいですね。バンドではですね、超ホールでライブやった時っていうのは、コンテスト形式のライブでして、サポートのドラマーすごい上手いって言ってた人なんですけど、その人はベストドラマー賞をね、取ったりしてね。まあ、何しろ、お客さんを踊らせていたからね。そうですね。ゴーゴーレッツゴーって。まあ、いろんなお客さんがいまして、いろんな楽しみ方があるので、まあ、人はあんま否定するのは良くないですけれども、まあ、一応ロックバンド、まあ、かっこいい感じでやってるので、応援団がフレーフレーってやってるのは、まあ、ちょっと違うんですけれども、一人のファンの方が明日ボンボン持ってくねって言ってて、ボンボンってなんだろうなと思ってたら、カラフルなやつを持ってきまして、で、スタッフに、いや、ちょっと、最前列にもう座ったんですけどね、その人のお客さんは。スタッフにも絶対こう、立たせるなって言ったんですけど、その政治を振り切って、踊ってましたね。結果的にはその踊らしたのがそのドラマーの評価にもつながったのかななんてこうポジティブに解釈しておりますけども、さっき言ったゴーゴーレッツゴー受け狙いでも本当にしたわね。そう、本気なんですよ。本当にゴーゴーレッツゴーって言われて、純粋な人なんですよ絶対にね。だからね、純粋な人をバカにはしたくないですけど、ちょっとまあ色合い的にはね、色合いうちのバンドにはちょっと合わなかったですね、その当時のね、うん、面白かったね。そうですね、うん、だって今こうやって話せる話をくれたわけだからね。感謝しかないですよ。私、ママドリアさんとコラボ動画もそうなんですが、 YouTube とかニコニコ動画に動画を山ほど投稿しておりまして、よかったらね、それをチェックしてほしいなと。で、その検索方法なんですけど、ちょっと調べといたんですよ。すぐに出てこなきゃいけないんですけど、絶対ヒロってだけじゃ出てこないんですよ。カタカナでヒロママドリアで出るかなと思ったら出たんで、もしちょっと気になったらヒロママノリアで検索してくれれば、僕とママノリアさんでコラボした3曲の動画もありますし、僕の動画もあるんで、そこからいろいろチェックしていただければ嬉しいなと。あんま弾けないかな。なんか助けた方が良かったっす。いや、自力で頑張る。見守ってるけど。見守るよ。ですね、その動画の中にはなんと、狭間寛平さんが数年前にアースマラソンというのを世界一周やりましたけど、それの応援歌をですね、電通と日テレとニコニコ動画協力で募集してたんですけど、それで準優秀賞に選ばれた曲なんかもありますので、一応ね、僕がいい曲ですよ、いい曲ですよって言ったってね、そのより一層いやいやってなると思うんで、まあ僕じゃない人の評価で、まあ一応準優秀取ったのがまず1曲あるのと、あと2年か3年前、ちょうどこの時期なんですけど、11月11日ってポッキーの日なんですよ。で、そのポッキーのテーマソングをまた江崎グリコさん主催で、まあ、作ろうっていう、ポッキークリエイターズっていうポッキーを使ったいろんなアートみたいな作ろうという企画で、音楽部門、写真部門、小説部門とかあってですね、で合計で1万2000応募があったんですけど、で優秀賞作品がその中の21作品、1万2000分の21と、まあ、何を言うのかもう分かると思いますけど、まあ、一応そこにも選ばれたんで、その曲が入ってますんで、はい、あとはですね、最近ミュージカル TV っていう深夜にやってる番組があるんですけども、でそこにちょっと応募したんですよ、自分の楽曲を。そしたら最終審査まで一応行って、テレ朝の方に行ってきてですね、でそこのディレクターさんに、この曲好きだよって言ってもらった深海魚って曲もチラッとだけやりますね、はい。クロスフェードっていう CD 紹介のやつぐらいしかないんですけど、ちなみに深海魚はこのステラの後に出した、シングルなんですけど、配信限定でやっててですね、パッケージ版はちょっとだけ作ったんですけど、 CD 版はちょっとだけ作ったんですけども完売しまして、ダウンロード版というか、そういうデータ版が今売ってる感じですね。もし気に入ったらばそちらの方もお願いしますと。うん、結構喋ったね。眠くなってきた。眠くなっちゃった。やるときになったら起こすからさ。あ、叩いてる。働くわ。ありがとう、優しい。そういうとこ好きだよ。ありがとう。あ、そうそう、このソルティシャワーの動画もありますんで、ソルティシャワーで検索すれば。というわけでですね、次にやる曲は、そのバンド時代にミカロさんにボーカルとして歌っていただいて CD も作った曲です。それを僕がですね、ちょっと歌ってみようかなと。テンポを変えて、雰囲気を変えて、まあ Believe という曲なんですけども、まあ歌える人はね、全然口ずさんでください。
ビリーブとかけまして、旬と解きます。その心は。今が旬と。誰か。はえ、は？いいこと言ったんだけど、やっぱりその2回目感が出ちゃったな。今が旬です。はい、そんなわけで、当時もバリバリやっておりましたが、こうですね、油が乗ってきたと言いましょうか。時間経過によって曲に油が乗ってですね、熟してきたと。このままいったら腐るかもしれませんが、まだ腐ってませんよ皆さん、はい、そんなわけで眠たい方もいらっしゃると思いますが、子守歌代わりにいかがでしょうか。ビリーブいきます。寝ちゃうね。お客さんはいいけど演者は寝ないで。